皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、仕事という言葉をどのように捉えるかであなたの人生の楽しさが変わるというお話をしていきたいと思います。今日はですね、久しぶりに撮影をいたしましてですね、ちょっと和服だったので、こんなこうちょっと和服の頭と、あとちょっとね、いつもより写真撮影用化粧濃いめの高橋さんがここから動画をお届けする形になってますけど、そんなに驚かないでください。写真撮影する時にはこういう顔になったりとかしますんで、せっかくなんでそのまま撮っとこうかなと思って撮ってますけれどもね、はい、余談なんですけど、そんな形で今日お付き合いください。本日のテーマですね、仕事という言葉をどのように捉えるかで人生の楽しさが変わるっていうことなんですけど、仕事に対する考え方っていうのはもう本当に人それぞれで、この考え方が良くてこの考え方が悪いとかいうのは一切ないんですよ。それは個人の価値観だからです。なのでこれから私がお話しする話っていうのは、あくまでも私が私で体感で考えている話をお伝えしようと思ってるんですね。でよくね聞かれることがあるんですよ。なんか高橋さんすごい忙しそうにしてるけれども、なんかいつも楽しそうにパワフルに仕事してますよねって言われるので、大概その時の答えっていうのは楽しいことしかしないと決めているので、趣味も仕事として、仕事を趣味として楽しんでるみたいなね話はよくするんですけれども、その思考法とか考え方とか、どちらかっていうとマインド寄りのお話になるかと思いますけれども、気になる方はご参考に聞いていただければいいと思うし、いや私はそういうふうには考えられませんよということであれば、それで全然構わないと思ってます。ちょっと若干独り言的な雰囲気になるのかもしれませんけど、そういうふうに考えることによって人生ないしは仕事に向かう姿勢が楽しくなったっていう方も多いので、じゃあ伝えておこうかなと思って伝えるのが本日のテーマです。はい、そうしましたらね、本題に入りましょう。私が、仕事に対してどういう感覚で捉えているかっていうと、仕事を趣味化している、趣味が仕事であり仕事が趣味であるっていう、そういう形なので、もちろんお金を稼ぐっていう経済活動はやっています。それはお金がないよりあった方がいろんなことが叶うし、自分自身も楽しいし、もちろん家族とか大事な人を幸せにすることができるツールとしてはとても便利なものなので、それは当然稼ぐこともします。結局ご飯を食べるものがない状態の人っていうのは、そんな人のこととかやっぱり構うのは難しいですよね。中にはすごくそういったこう方もいらっしゃると思うんですけれども、先に豊かにするべきはやはり自分で、そのお金を社会に還元していくとか、そういうのは必要かなというふうには思うんですけどね。これは詭弁とかそういうことでなく、幸せになってない人は人に何かをしてあげようという気になかなかならないので、一番最初に、幸せにするべきは自分だっていうのは私自身もそう考えてますし、私が尊敬している事業家の斉藤ひとりさんという方もよくよくそういう話をしてます。彼は神様っていう言葉を使ってどういうことを考えるのかっていうのを伝えるタイプの方なんですけれども、私自身も自分がまず幸せになるべきだってないとですね、人をやっぱり幸せにすることができないっていうふうに思っているので、そこをまず第一で考えるんですね。とじゃあその段階において仕事っていうのをどう考えるかっていう話なんですけれども、仕事が楽しいものである方がやはりいいですよね。お金を稼ぐっていうことと楽しいことっていうのがリンクしない方も結構いらっしゃる。だからお金は辛いけれどもこの仕事を我慢してやれば稼げるからやるっていう方ですね。で本当に楽しい趣味のことは別にそのお金を使って趣味でやるっていう方もいらっしゃるし、その別に人生とか考え方は否定しないし、それはその方に合ってる考え方だと思うんですよ。ただ私はその仕事自身が
8時間とか10時間とか12時間とか、まあ、会社員だった時とか14時間とかね、下手すれば関わるようなものが自分にとって苦痛なものだったりしたら、もうその時間がもう人生の中で多分一番お金よりも何よりも大事って言ったらおそらく時間だと思うんですよね。時間っていうのはもう誰に対しても等しく残酷に刻まれていくもので、当たり前ですけど確実に死に向かって進んでいってるものなので、だから生きているってことが輝くことになると思うんですよね。だから多分一番大事なのは時間かなというふうに思っているんですよね。そうするとその時間を何に使うのかっていうのを選択するのも自分で選択することができるわけですよね。日々もしもその会社が楽しい仕事で、例外を持っている方はそんなのを感じないと思うんですけれども、お金を稼ぐための手段だと我慢しながらお給料をもらうとかっていうのは、まあ、会社にとっても、まあ、私は経営側の方の人間でいたこともあるし、まあ、会社にとっても失礼かなと思いますし、ご自身の気持ち的にもここにいてもなっていうふうに思いながら仕事をするっていうのは効率も上がらないし、ご本人のね精神衛生上もよろしくないと思うし、何より時間が無駄になっているのがもったいないなっていうふうに思うんですよね。とはいえ大黒柱だから稼がなきゃいけないっていう事情とかがあるのであれば、もちろんそうなんですけど、絶対にその仕事でやらなくては本当に稼げないのかっていうのも、もし今自分の仕事に疑問を感じるようだったら、一旦そういうのもちょっと、考えてみるっていうのも人生のどこかで必要になるかもしれないんですよね。だから仕事っていうのが辛いものっていうふうに捉えてしまうタイプの方は、結局これだけ頑張ってこれだけ辛い思いしたからこの成果を手に入れることができるみたいな考え方になってしまうんですよね。そうすると、人生の成功は辛いことの上に成り立つっていう思考が成り立ってしまうので、これがちょっとまた逆算的な話では面白いんですけれども、面白いというか面白くないのか、要は成功とかのためにはすごく辛い苦しいことが絶対になくちゃいけないと思うと、わざわざめちゃめちゃ苦しい方を選びながらやっていく方とかもいらっしゃるんですよね。でその思考が、私はもともとがその苦しいことの中から抜け出したいと思って、光の方へっていうことで動いていく道を一生懸命模索していた幼少時代の人間だったので、まあ、苦しいことがあるのがまあ大前提だったから、まあ、だから余計に光とかが輝いて見えるっていうタイプだったのかもしれませんけれどもね。幸せな人は幸せを幸せと感じないっていう、健康な人は健康を健康と感じないっていうのは、あれにちょっと感覚似てるのかもしれないですけれども、そうすると不思議なことに、その成功とかこうしたいって手に入れたいことのためにわざわざ難しい道を自分にこう鞭打ってみたいにして選ぶ方もいらっしゃるんですよね。それっていうのは、まあ、成長っていう言葉においてありといえばありなんですけど、必ずしも連動しないっていうことを、理解することができると楽しいしうまくいくみたいな、両方同時に手に入れることができるなっていうのが、ここ私まあそうね10年以内かな、まあ起業して独立してから感じるようになったことです。仕事っていうのは辛いもの、お金をもらうだけのものっていうふうになってるものじゃない領域ですよね。仕事も楽しい、頑張る、でもお金もちゃんと入ってくるっていう、この両立っていうのは別に不思議なことでも何でもなくて、よく旦那さんにね、お前は楽しそうでいいな、気楽でなみたいなことを言われながら、まあね、お仕事をされてるっていうクライアントさんの話とかも聞きますけれども、まあ、そういう背景にある時には大概旦那さんがこう不満を抱きながらお金のために仕事をしてるみたいなタイプの、ね、方だと、ちょっとそういう愚痴っぽいことも出てしまうこともあるのかもしれないですけど、でも本当はその旦那さんでも結局その言い訳っていうか大変なんですけども、奥さんが稼げてないから自分が稼ぐんだみたいな選択肢を持ってですね、ご自身がその環境を選んでるっていうことになってしまうので、もしかしてですよ、子供がいるからそんなの無理だとかいう話もあるのかもしれないですけれども、本当に一念発起して自分が自分の人生を生きるんだって決めた時に、
会社員じゃない人生をやるって言ったら、男性がやることっていうのはね、やっぱ安全確保の動きが多いから、水面下で副業とか禁止のところとかでもですよ、例えばインターネットビジネスとかやりながら、そっちを伸ばしてって大丈夫になって入れ替えるっていう方が結構多かったりしますから、絶対にそういう人生、子供がいて奥さんがいて稼ぎがないから自分が稼ぐしかないっていうふうに思うことも本来はないんですけれどもね。だから基本人生を選んでるのは自分自身なんだっていうことなんですよ。だから転職なかなかできないっていうのも自分が選んでる人生で、人生の中で何が最優先なのかっていうことで、時間が刻々と過ぎていく中で、一度きりの人生っていう言葉をよくね使いますけれども、そう考えた時に本当に後悔しないんだろうかって言ったら、私はやっぱり1分1秒欲しいので、仕事も楽しい仕事しかやらないし、会いたい人にしか会いたくないし、そのわがままに生きるって言ってるわけじゃないんですけれども、要は自分にとっていい心地いい環境を作っていく、ないしはその状態で生きていくっていうふうにすると、仕事もそういうふうに回っていきますし、そういうのいいよねって思う人だけが寄ってくるので、非常に毎日がハッピーだよねっていうことにはなりますよね。だから辛いことと、うまくいくっていうことがセットっていう思考を持っている方は、必ずそういうふうにするためにそういうストーリーを自分で作る癖があるので、うまくいきそうなのをわざわざこう遠回りしたり難しくしたり、自分にめちゃめちゃ試練が与えられるようなことをやってしまうタイプの方がいらっしゃるなっていうのはすごく感じてます。今仕事っていうちょっと大きめのお話をしましたけれども、じゃあこれが例えば教室だったり授業だったりするときに、集客っていうものをどう捉えるかっていうことなんですけれども、集客も何て言うんですかね、詭弁にもしかして聞こえちゃったら申し訳ないんですけれども、私は特に起業当初とか3年は、365日働くのも起業当初は普通だよみたいに私のコンサルタントがさらっと言ってたんで、あ、そういうものなのかと思って、確かに365全部別に働いてたわけじゃないですけど、それぐらいの気持ちを持って、事業を開始したのが起業当初だったんですよね。集客もそれぐらいの量は当然やらないといけないと思ったし、動画とかもね、1000本とか1年作ったりとかっていうのも言われたんで、もちろんそれはやってるんですけれども、そのやっていく事象とか捉えていく内容とかをどう考えるかっていうことで、行動がやっぱり変わっていっちゃうんですよね。集客は辛いことの果てにうまくいく集客があるっていう、この思考がセットされちゃってる方は、集客を成功させる辛いことをしなくてはいけないっていう思考になってしまうんですよね。で、集客は確かに大変なことは大変なことはありますよ。ただ、それを辛いって捉えるのか、単にその一過性の事務的にですね、それをやると効果が出やすいって話を聞いたからやってみるっていうレベルの、こうフラットな淡々とした捉え方をできるかどうかっていうことが、まず一点、辛いか辛くないかっていうことを楽にする方法の一個だし、そもそも仕事をもしも好きな仕事として選んでるのであればですね、その仕事によって自分が好きなことを選び、かつそれを伝えることによって幸せになる人がいて、その人に伝えるために集客というか、拡散というか伝える、私今こうやって喋ってますけれども、表現するっていうことは、知ってもらうためにやっぱりどうしても必要なことで、必要なことをやってるだけで、どうせやるんなら楽しい方がいいよねっていう、その工夫とかは当然したりとかするわけなんですけれどもね。だから集客も苦しみながらやるタイプの人と、それ自身が、私の場合はそうなんですけど、パフォーマンスというか、楽しんで発信し続けてる、今日もね、和服で写真撮影とかして、こんな頭とかしてますけど、それは私が楽しいかなと思ってやってることを発信することで、共感する人、
あと、最近よくメールでいただくのが、その動いている姿、本とか出したせいかあるかもしれないんですけれども、動いているその先生の姿を見ているだけで元気になります、憧れます、私もそんな大人になりたい、まあ大人っていうか、私ね、50なんですけども、43とか44ぐらいの方からそういったメッセージをいただいたりすることが、要は楽しく生きているけれども、それでちゃんとお金も手に入るっていう姿を見せ続けることっていうのがおそらく私の使命で、それによってすごく苦しみながら絶対にやらなくちゃいけないっていう概念を外してもらうっていう、だから楽しんでも別に仕事はできるし儲かるんですよ。だからやることはやってます。人から見るとすごいストイックにやってるように見えるらしいですけど、私はそれはやるべきことで必要だなって、そういうことを必要とする人がいるよねと思うからやってるだけなので、別に苦しんでやってるわけではないんですよね。で、苦しんでるというか苦手なことですね。事務処理とかは中にこもってルーティンみたいに同じことを繰り返さなくちゃいけないタイプの仕事は私好きじゃないし嫌いなんですよ。だからそこは苦手っていう領域になるのは、得意な方にお任せするっていう方法でやっていけば、まあ、当然その方の人件費も稼ぐんですよ。だけれども好きな仕事で好きなようにやっていくっていうことは、まあ、そういった割り振りを考えていきながら得意な方にお願いするっていう方法も当然ありますよね。だからそういうふうにこう回していくというか循環させていくと、まあ、他の方も得意なことでお仕事をしていっていただくこともできるし、私も私で好きなことと得意なことだけで仕事をしていくことができるので、苦しいことの果てに、成功があるっていうのはある意味正しいんです。マインドとか鍛えなきゃいけない時の考え方とか、こうね、こう落ちた時から這い上がるっていう、まあ、私自身も期せずしてそういうふうになっちゃったんですけれども、筋肉とかも鍛えないと鍛えきれない、ね、そこの次の負荷に耐えられないとかっていうのがあるから、それはね、大切なことではあるんだけど、それは流れで来ちゃったら受け止めて、前に消化して前に進めばいいと思っているだけなので、来ちゃったら考えたらいい。だから自分がそれをわざわざ選びに行く必要がないっていうことですよね。あなた選びに行ってるよねっていうのを言ってもわからない、ピンとこない方いらっしゃるんだけれども、もっと楽にするといける方法があるのに、わざわざその道を選ぶタイプの人もいます。なんかそういうふうにしないとダメなんだっていう思考があると、そういう道を選びがちですね。その点がもったいないなっていうふうに思うんです。なのでそれはやっぱね、概念なんですよね。こう苦しんで苦しんで苦しまないと成功を感じられないタイプの思考の人は、そうじゃない状態でそろっとできちゃってると、まあ、その人を批判したりとかいうタイプの人もいるんですよね。でも本来は両方手に入るのが当たり前っていう思考になるんだとすると、本当に人生は楽しい。もちろん仕事も楽しいです。仕事の一環でね、集客に苦しむとかっていう、来ないと寂しいですよ、楽しくないですよっていう話があったとしたら、ご自身がその状況を楽しんでないからですね。ゼロ人集客で楽しめるわけないじゃないですかって言うかもしれないですけれども、楽しくないところには人は来ないんですよ。だからじゃあどういうふうにすれば自分って楽しい状態なのかなっていうナチュラルな感情をやはり発信していくとか書いていくとかすると、そこに共感する人とかも出てくるので、ことさらに集客っていうのを集めようとするとやっぱり集まらないんだよねっていうのが、私が思ってる持論です。だから集まる状態を作っていくっていうためには、似たような考え方の人を集めていくのがおそらくいいですよね。だから私の講座こんなにいいですよ、私のサービスこんなにいいですよって一生懸命言ってもですね、響かないんですよ。ナチュラルにもうこういうふうな気持ちで私はやっていてっていうところで共感してもらえるっていうものが、まあこの時代の
れにおいての集客方法なのかなっていうふうに思うんですよね。だからブログとかでも、この講座ができました、こんなふうになりましたっていうのでね、だから来てくださいみたいに書くよりは、まあ普段から自分の考え方とか、どういう思いで仕事をしているのかとか、そういうのをまあことあることにね、ちょいちょい語っていくっていうふうにすると、この人好きかもいいかなっていうふうに思ってもらって、まあ、自然と、まあ、そのサービスが欲しい人が目の前に現れるっていう状況を作ることができるので、まあ、それをどこまで信じてもらえるかっていうのはあれなんですけれどもね、私はそれを体感してますね。お知らせはするんです。こういう講座ができたよ、ご興味ある方はどうぞっていうお知らせはしますけれども、興味がない方は当然スルーしても構わないし、そこをめちゃめちゃ寂しがるっていうことでもないんですよね。そっか、このタイミング悪いのか、あとは内容がいまいちだったかなって、改善案を考えればいいだけなので、そうやってサービスの質っていうのは良くなっていくことなんで、悲観的になる必要もないし、自分ってダメなんじゃないかって思う必要もないので、そのダメなんじゃないかって思ったオーラで文章を書いたり発信すると、ダメなんじゃないですかオーラが邪魔をして、そういう見え方に第三者に見えてしまうからっていうのがありますね。だから楽しくっても仕事って成り立つし、楽しい状態を自分が作ることで集客も、苦しいものじゃない集客っていうのもできちゃうんだっていうのが信じられるかどうかっていうところかと思いますね。はい、大概聞くとね、集客大変苦しいっていう話を聞きます。私ももちろん集客自体は頑張ってやってたことありますよ。ありますけれども、なんだろうな、すごいこう苦労っていうか、なんだろうな、この方法だとうまくいかないんだなっていうのが分かって修正するっていうだけなんで、大元のやっぱ仕事自体が楽しいし好きだから、その一環の中の作業として捉えてるからっていう感じなのかなっていうふうに思いました。止まったこともありますからね、集客が。その時にはその時で、原因を考えて、対処方法を考えたら、その先また伸ばすことができてっていう、必要な時に必要なアクシデントが必ず訪れて、その時にいい方法で乗り越えることを考えればいいだけなので、じゃあそれによって仕事嫌いになったかって言ったら、全然そんなことはないですよね。会社員だった時にはね、やっぱ会社には申し訳なかったですけど、やらされ感がある部分もちょっとある時ありましたから、仕事によってですよ。好きな仕事をやってるっていう大前提はあるんだけど、その中のここの部分はあんまり好きじゃないんだよねっていうのも丸ごと引き受けなくちゃいけないのが会社員だったので、それに比べたらもう本当に自営になってからストレスなくなりましたね。クレームとかってストレスかかるじゃないですかって言われるんですけど、もちろん真摯に受け止めて、改善案を教えてくださるっていう声として捉えていけばいいだけなので、必要以上にメンタルがやられる必要もないし、どんなに自分が頑張ってもですね、変な人っているんですよ、たまに自己的に会っちゃう人。まあその人は対処はきちんとします。対処はきちんとするんだけれども、引きずらないっていうことですね。もうだって事象としては出ちゃって対処すれば、あとは終わったことになるので、大事なのはメンタルの切り替えですね。それをこう、この人にあんなこと言われたら、今度の新しい人にも同じようなこと言われるかもしれないっていうふうに思いながら仕事やると、やっぱりそういう人が来てしまうので、本当に仕事をいっぱい持っててバサバサできるタイプの人っていうのは、切り替えがめちゃめちゃ早いですね。私も残念っていうような、自己的になんか変な人と会っちゃうこと、結構勘がいい方なんですけど、それでもね、会っちゃうことあるんですよ。そうすると、その時には事故にあったなっていうところで、まあ、今後の教訓にしようって対処を考えて、なるだけ早く解決するようにして、解決が終わった後はもう30分以内に忘れるようにしていますね。スルーみたいな形で、記録は全部残しておきますよ。それを見たい時に、こういうことがあったよねって、もしまた似たようなことがあった時にはどういう対処しようかなっていうのを考えるために、全ての記録は残してありますけれども、事象と事実とメンタルは切り離す
ていうことで、精神は切り離す。だそこ切り離さないと、それを引きずって他の人に迷惑をかけたり、他のお客様に、そういういい顔ができないというか、普通の元気な自分を見せることができないっていうのも、やっぱりそのお客さんにとってはマイナスなので、中庸の心っていう言葉も私よく使いますけれども、こちらに振りすぎてても良くないし、こちらに振りすぎてても良くない、真ん中がいい。だから平常心を保つっていうのはお仕事をやる上ではとても必要だし、女性がやるのが難しいことだっていうのも知っててお話をしています。感情の方にね、振られてしまう方が非常に多いから、いい面でもいい、共感されやすいから。だけれども、悪い方に振られるとそこから抜け出せなくて、ずっと1週間とかね、かかる方とかもいらっしゃいますから、その間仕事が停滞すると結構マイナスになってしまうので、お仕事脳としては、気持ちの部分をどう切り替えていくかっていう、この速さっていうのも必要になるし、それが、速さが必要になる基軸が平常心。そして苦しいものの先に楽しいことがあるっていう思考を捨てれば、楽しいし楽しいしでうまくいっちゃうっていう、この考え方ができると、人生も楽しくなるし、仕事ももちろん楽しい。だから、集客そのものもそんなに苦労しないで人が集まるようになっていきます。思考が変わるとね。なので、信じられない方はもちろん信じてもらわなくていいんですけれども、私が体感で感じていることを今日はお伝えしてみましたので、あ、そういうこともあるんだと思える方は、ちょっと参考にしてもらうと、だいぶ気持ちが楽になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ考えてみてください。それでは。